小室さんってお肌綺麗ですよね、何やってるんですかって20代女子に聞かれました。はい、こんばんは、小室ゆりの夜サプリ。あなたの恋と愛に役立つ夜に聞きたいサプリメント的バラエティ番組、今週も30分間お付き合いください。ここからのお相手は、誰にも言えない男女の深い悩みを解消しております、男女コミュニケーション心理師、小室ゆりです。よろしくお願いします。この番組はあなたの強みを発見する USP プロファイリング、縁結び恋愛成就のパワースポット西光寺、熊本メーカーいきなり団子七尾庵、 MJ リサーチ総合探偵社占い癒しところ八雲庵、琉球食系ゴルファーズプロファイリング提供、沖縄県 FM 宜野湾、神奈川県 FM 大和の2局ネットでお送りをしております。そうなんですよ、ほほほほほ、はい、20代女子に小室さん本当肌綺麗ですよね、ねえ、まさか自分の子供ぐらい年の離れた子にそんなこと言われると思いませんでしたよ。え、何やってんのかなって改めて考えてみると、そんなに大したことをやってない、やってなくはないけれども、むやみやたらとお金をかけているわけではないよね。例えば毎朝起きて朝ごはん食べるじゃないですか。食事の後にリンゴ酢を飲むとか、よもぎ蒸し好きで通ってるんですってお話ししたと思うんですけど、そのよもぎ蒸しセットをもう自宅で買っちゃった。で、夜な夜なこうね、この間だったら世界陸上を見ながらよもぎに蒸されてるみたいな、そういう細かいことをちょこちょこやった結果、まあ40後半もうね、アラフィフ片足ぶっ込みましたからね。そういう中で、まあ、このキープだったらいいんじゃないのっていう感じだと思うんですよ。今オンラインサロンお休みしてるじゃないですか、ね、この番組の中にもオンラインサロンお入りになって情報取っていってくださった方もいらっしゃると思うんですけど、10月から再開予定のオンラインサロン、もうちょっとお渡しする情報の幅を広げようと思ってて、でその打ち合わせで20代女子と話をしてたんです。でその中で、小室さん何やってるんですかっていう情報が私たちは欲しいんです。アラフィフの女性が、まあね、その彼女が言うにはですよ、こんだけキープしてて私たちがこうなりたいよねっていう一つの形だと思うんで、そこの情報を今から入れておきたいって言われたんです。あ、なるほどね。で、できればお金はそんなにかけない美容方法があったら教えてくれっていうのでね、今話をしてるところなんで、オンラインサロン再開したらさらにブーストアップして情報をお渡ししていこうと思っております。これ自分で今言って葉っぱかけてますよね。こんだけ言っててそんな情報かいみたいな、だったらまずいので、もっともっと自分で自分をね、こう鼓舞して頑張んなきゃいけないんだなって言ってて感じました。はい、はい、それでは今週のコーナー紹介いきたいと思います。今週お渡しする夜に聞きたいサプリメントは雑談サプリ。今週5週目ですからね、コーナー特に、ございません。なので小室ゆりがゆるゆると喋っていきたいと思います。ピッピッポッポッピッピッポッポっていうゆるい曲と一緒に喋っていきたいと思います。テーマはあるんですよ、はい、小室ゆりが代表として立ち上がることが決まっております全国愛妻家サポート協会、10月の17日にキックオフパーティーも開催される予定になっております。この全国愛妻家サポート協会のお話をしていこうかなと思っております。楽しみにしていてください。ぜひね、これはリスナーのあなたのお力も
私は借りたいなと思ってます。このコーナーはあります。占い癒し処やくも庵オーナー萩原やくも先生監修によるあなたの恋と愛に役立つ週末の占いサプリ、これはありますよ。9月の1日が防災の日ということで、あなたと守りたいもの、こちらをテーマに今週は八雲先生がご執筆くださいました。どんなものを守りたいのかな、楽しみにしておきましょう。番組では皆さんからのメール募集しております。番組への感想リクエスト、教えてゆり先生へのお悩み相談お待ちしておりますよ。メールアドレスは info@friendvillage-c.com、 インフォメーションのインフォ、友達のフレンド、里のビレッジ -c.com です。メッセージをお送りいただいた方の中から毎月1名様に七尾庵のいきなり団子をプレゼントいたします。メッセージには必ずご住所、お名前、お電話番号を明記の上ポチッと送信をしてください。たくさんの応援メッセージお待ちしております。ゆるゆると喋ってまいります雑談サプリ、今週はですね10月の17日にキックオフパーティーが開催予定となっております。小室ゆりを代表として立ち上がりました全国愛妻家サポート協会、これについてお話ししていこうかなと思っているんですけどね、全国の愛妻家さんをサポートするための協会です。分かりやすいような分かりにくいようなっていう現存するこう愛妻家協会さんっていうのはもちろんね先輩の協会さんであって、でもねそことはそちらさんとはちょっと方向性が違うものをやりたいんですよね。っていうのは愛妻家さんってそのまあこの対象が誰なのかっていうと妻じゃないですか。妻って主には女性ですよね。妻を一人ではなくその他のパートナーさんの妻も一女性として頑張ってることってあるじゃないですか。そういうところにも広いサポートを受けたいなと思って、男性からのね、この男性が行う女性へのサポート、ここをお手伝いしますよ。だからサポートするためのサポートですね。はい、こんなことをこの愛妻家サポート協会ではやっていこうと思ってるんです。でこれなんできっかけこういうことやろうと思ったかっていうと、まあまあ私いろんな男性からのお悩みご相談愚痴他では言えない話とかまあ聞くわけで、それをこうトータルして考えるとパートナーさんへの愛情って消えてはいないんだよねって、あの熱度尺度範囲とか深さとかはそこは皆さんそれぞれだし、そこは私どもは問いません、そこは知らんというただパートナーシップを組んでいるそれそのものが愛だよねっていうふうに私は多くの男性とお話をしてて感じたんですね。なのでこう愛妻家サポート協会というものを小室ゆりが中心となって立ち上げたとしても、こういう愛妻家になってくださいって言う必要はないと思ってるんです。ただしです、ただしです、愛妻家としてさっき言ったようにパートナーシップを組んでいる女性以外の妻パートナーと呼ばれる女性たちにも同じぐらいの愛情を注いでもらえませんか、要は男性の力を借りしてくれませんか。じゃあこの男性の力を借りて何をやるのか、この妻とかパートナーの女性の中には自分で頑張って仕事したい、起業したい、お金を稼ぎたいって頑張ってる人たちいっぱいいるわけですよ。ただ私たち、私も含めです、
この男性優位社会の中で一発にお金を稼いでいくってたくさんのハードルがある。これは男性には見えないハードルなんです。男性はもともと見えてない、もしかしたら通り抜けちゃってるハードルなので全然余裕なんですよ。だけど女性にはそれが高くてたくさん置いてあるハードルが目の前に置かれるので、それを飛び越えて飛び越えて男性と同じスピードで走っていかないとお金が稼げない、社会的地位が得られないってなると、やっぱ途中で挫折してしまったり断念せざるを得ないっていう風になりがちなんですよね。この見えないハードルっていうのを取り除く、男性がね見えないけれども取り除かなければこれからの社会良くなっていかないよねっていうのは分かってるんですよ。でもじゃあ自分たち見えないから、ハードルが取り除き方も分かんない、そこを私たちサポートするので、これからの女性たち、今ね頑張ってる女性たちがハードルを超えなくて済むようにしてほしいと。で、女性たちが超えなくなる、ハードルを超えなくなれば、それってそのまま時代継承して次世代を作ってくれる20代10代の子どもたち、強いては女性がもっと社会で活躍しやすい環境づくりになっていくんじゃないかなっていうのを思いまして、この全国愛妻家をサポートするための協会っていうのをやろうかなって思ってるんですね。で、ここで一つキーワードになってくるのが男性のエンパワーメント。エンパワーメントって、女性のエンパワーメント、これはもう耳に久しいと思うんですけど、まだね男性のエンパワーメントってそんなに言われてなくて、ちなみにエンパワーメントって、これ皆さんちょっとね考え方がそれぞれだと思うんで、これが絶対的エンパワーメントですっていうのはないんですけど、まあまあネットで検索すると与える力とか目覚めさせる力とか、こんなような意味があります。なので自分の中で力を目覚めさせて、その目覚めた力を誰かに渡す、こんなようなイメージを持ってもらったらいいんじゃないかなと思うんですけど、なのでこの愛妻家っていう言葉の力、もう既存で愛妻家っていうのは奥さんである女性を大事にする人で、男性にとっては愛妻家って名乗ることが気恥ずかしい、そんなフレーズになっているので、この全国愛妻家サポート協会っていうこの言葉のイメージが、やっぱり一人の女性を愛するためにとか、愛妻家になるために何かやるんですかとか、イメージつきやすいんですよね。なので今現段階での課題っていうのは、この愛妻家っていう既存のイメージをどうやってぶっ壊していこうかなって、ここがね今私たちの課題となってるところなんですよね。うん。でもね、本当ここだけだから言う話なんですけど、本当にね、本当にですよ、ただ一人の女性をパートナーにして、その女性だけに愛を注いでいる男性って、じゃあどんだけいいのって話でさね、本当に。本当ここだけの話ですけどね。それをちょっとね、意味取り違えてほしくないんですけど、もっと公的に広い社会的の意義のある愛情に変えていきませんかっていう、そういうね、ちょっと黒い小室ゆりが出てきてもしてます。裏でこそこそやるよりいいじゃないですか、堂々とやっちゃダメなんですけど、それを男性のエンパワーメント、女性が本当に欲しい男性の力に変えて、社会的意義もそこに含めて発信して、女性の活躍をサポートすることが、ゆくゆくは子どもたちの未来ももっと
活躍しやすくなる、こんな仕組み素敵じゃないですかって私は思ってるんですけれどもね。ということで、これを聞いていただいているそこのあなたにも、ぜひこの全国愛妻家サポート協会で一緒に活動してもらえたら嬉しいなと思ってます。これ男性女性問わずですね。愛妻家なので男性のためのなのって思ってらっしゃる方も多いかなと思うんですけど、この話をすると女性の支持者さんが非常に多いです。なんでキックオフパーティーも女性の参加率非常に高いと思います。楽しみにしていただきたいと思います。10月の17日夜19時から21時、10月の17日火曜日夜19時から21時です。開けておいてください。会場そして内容決まり次第、夜サプリの告知でお知らせをしていきますので待っててください。小室由里、来年は動きます。もっと探偵を身近に、安心と信頼の探偵事務所 MJ リサーチ。浮気調査から人探しまで、ベテラン探偵の高い調査力をあなたに。詳しくは MJ リサーチで検索、または MJ リサーチ公式 YouTube からお願いします。熊本三大名物いきなり団子、さつまいもとあんこの素朴な甘さが愛されている熊本伝統のおやつです。七尾庵では5種類の味が楽しめます。飾らない素朴な味わいをお楽しみください。七尾庵で検索。沖縄初のブランド地鶏、福雪地鶏。8ヶ月の時間をかけ大切に育てています。沖縄の自然の恵みをあなたへ。インターネット検索は福雪地鶏。あなたの生きにくさは変えられます。四柱推命、合同心理学、 USP コンサルティングを合わせたカウンセリング、プロファイラーお二人があなたの生きにくさを解消します。 USP プロファイリングで検索。縁結び恋愛成就のパワースポット、西光寺。境内を覆う大楠と凪の木は恋愛成就と縁結びのパワーを持つと言われ、ご利益を求めて県内外から参拝に訪れておられます。徳川家ゆかりの文化祭の宝庫、静岡県磐田市西光寺。 USP プロファイラーの下谷光三とゴルファーズプロフェッサーの石渡俊彦がお送りするゴルファーズプロファイリング。この番組はゴルファーに自分らしく一生涯ゴルフを楽しんでいただくためのサポートを目的としたプロファイリング番組です。毎週日曜 AM11 時から FM ギリワンで放送中です。お聞きください。踊れ踊れ私の占いサブリ。9月6日7日新潟で初の鑑定会が開催されます。占い癒しところ薬務庵オーナー萩原薬務先生監修によるあなたの恋と愛に役立つ週末の占いサプリ。今週も十二星座で占います。今週は防災の日がありますね。防災の日、あなたと守りたいこと、しっかりガードしていきましょう。それではセクシーに守ります。お羊座、車に乗ってスピード出しすぎちゃダメよ。あなたとはもっとじっくり乗っていたいんだから。お牛座、水や食料の備蓄はできている？こら、私の備蓄はそこじゃないわ。ね。双子座、何かあった時の集合場所はあの公園でいいかしら？二人で隠れて楽しんだあの公園で落ち合いましょうね。ガニ座、ガンが倒れないように突っ張り棒が必要ね。
こらこら、どこの棒を突っ張らせてるのよ、もう。獅子座、懐中電灯はあっちこっちに置いておいてね。電灯確認のついでに私のどこを照らしてるのよ、もうバカ。乙女座、ドアに光るちっこうシールを貼っておくと安心ね。だけど停電をしたらまずはギュッて抱きしめてくれたら嬉しいの。天秤座、断水になったらトイレを流すのも不便よね。二人で入った湯船のお水は朝に抜くといいのよ。サソリ座、非常時にはラップを食器に巻くと洗わなくていいのよ。そうね、たまには洗っていないあなたの汗の匂いも嗅ぎたいわ。いて座、余っていたマスクは塵やほこりよけにいいのね。マスクを外すときにキスを狙ってくるのは反則よ。ヤギ座、カッパは雨だけじゃなくて風よけにもなるのよね。それでも寒くなっちゃったら直接肌で温め合いましょう。水瓶座、缶詰のオイルは簡易的なランプにもなるのよ。でもあなたとならどこでも楽しく過ごせそうね。魚座、大地震の後は危ないんだから1分は急に飛び出してはダメよ。私とのセクシーな時間は1時間は飛び出さないようにしてね。占い癒しところ八雲庵オーナー萩原八雲先生の鑑定にご興味のある方は、占いタロット八雲漢数字の8に空の雲と検索をしてみてください。備蓄と備蓄、まさか八雲先生がこの組み合わせで来るとは思っておりませんでした。ありがとうございました。あなたの恋と愛に役立つ夜に聞きたいサプリメント的バラエティ番組、小室ゆりの夜サプリ、そろそろエンディングのお時間となりました。今週もご視聴ありがとうございました。来週から9月ですね。ということで1週目、あなたの強み発見サプリ、ご担当いただくのは USB プロファイラー押したり構造先生です。毎回カッティングエッジな、なかなかね、やっぱり USB プロファイリングというものをやっていなければ気づかない着眼点をお持ちだなと聞いてて思っているので、来週も楽しみにお待ちしたいと思います。そして9月なんですけれども、山梨県でお話しさせていただくことになりました。9月20日水曜日、山梨にあります身延藤川淳倫理法人会、こちら朝6時から30分間お話をさせていただきます。身延藤川淳倫理法人会、その後も実は同じ山梨の中でもうちょっと離れたところに行きます。離れたところっていうかね、東京から離れたところという意味ですね。合同会社フォレステラ主催、小室ゆりさんお話し会、夫婦関係、親子関係、セクシュアリティのあり方など現代社会問題、そして私小室ゆりの生い立ちなどなど、このような人生経験から、僭越ながらです、はい、解決のヒントをお話をさせていただきます。あくまで、元セクシー女優小室ゆりとして生きてきた中で感じてきたことを皆さんと一緒にお話ししていきたいなと思っております。八ヶ岳にありますいおり空カフェ、
いおりは薬文庵の庵ですね、はい、に空と書いていおり空とお読みするそうです。八ヶ岳にありますいおり空カフェ、こちらで9月20日水曜日13時から15時、2時間お話をさせていただきます。ハイブリッド開催ですので対面そしてオンラインでのご参加も可能です。参加費はオンライン1000円、対面は1600円、ドリンクがつきます。詳細お問い合わせお申し込みは合同会社フォレステラ梅田さんまでお願いします。お電話番号 080-5023-3984 080-5023-3984 フォレステラ梅田さんまでお願いします。初山梨開催ですね。山梨で聞いてくださっているそこのあなた、八ヶ岳で聞いてくださっているそこのあなた、小室ゆりが山梨でお待ちしております。ここまでのお相手は誰にも言えない男女の深い悩みを解消しておりますあなたのためのパーソナリティ、男女コミュニケーション心理師小室ゆりと、あなたの強みを発見する USP プロファイリング、縁結び恋愛成就のパワースポット西光寺、熊本メーカーいきなり団子七尾庵、 MJ リサーチ総合探偵社、占い癒し所八雲庵、琉球食系、ゴルファーズプロファイリングの提供でお届けいたしました。この後はうまくうで嫌なバラバーな演芸集団 FEC オフィス所属のお笑い芸人さんが笑いやしゃべりを極めて FM ギノワンの人気番組を目指します。 FEC チューンド、水曜日の担当は日賀亮斗さんと付着かえりさんのコンビ、デコボコトラベリングのビッグスモールです。最後にあなたにお渡しする夜に聞きたいサプリメント、恋の名言はこちらです。時にバラバラに壊れてしまうこともあるかもしれません。でもそのおかげでそれ以上にいいことが訪れるんです。アメリカの女優マリリン・モンローの名言です。パートナーシップ感も同じですよね。時に大喧嘩もするし心がすれ違うこともあるけれども、対話をすればそれはいつかもっと深い結びつきにつながっていくのだと思います。来週もあなたが元気になれる夜サプリ用意して待っています。忘れずに取りに来てくださいね。私からあなたへありがとう、この想い恩返し。引き返せないところまで、あなたがいてくれたから、あの日私は生まれた、この想い届けたくて、あなたにいてほしいから、大きな声じゃ言えないけれど、これからも私らしく、ああ、私からあなた。